こんにちは。今私はチェンナイの空楽ピッカンテに来ております。なぜ来ているかというと、有名なアニメーターの石黒さんがチェンナイへ来られたのでイベントを行います。はい、あれ、あなたのお名前は何ですか？はい、あれはニケルと申します。ニケルさん、はい、あだ名がナゾーさんで名前はニケルさんです。なんでそんなに日本語が話せるんですか？はい、アニメが好きだなので、はい、僕もアニメーターですから。あ、はい、アニメーターなんですね、はい、すごい。じゃあ石黒さんは憧れのアニメーターですか？そうですね、はい、すごい。日本に来たことはありますか？はい、一度。一度、はい、どこですか？2016年。日本の大阪と東京。すごい。楽しかったですか？一応楽しかった。その時スタジオジブリのエキスポも、うん、君の名はもう、うんうんうん、劇場版に 見ちゃったから、うん、超びっくりした超びっくりした今はすっげー。チェンナイで何をしてますか？はい、今は俺ポップサーキットという会社に CEO の働いている。このイベントもポップサーキットが行いました。とてもすごいですね。じゃあ今からイベントが始まります。今準備してます、はい、またイベントの様子もお届けします。よろしくお願いします。ありがとう。バイバイ。今から石黒先生を空港まで迎えに行きます。はい、ニキルさんもタミル語？はい、タミル語でレッツゴーはポラン。ポラン。ニキルさんはチェンナイに住んでるんですか？はい、生まれてからずっとチェンナイ。あ、チェンナイにはね、はい、夏と夏があります。フェリーテールはね、うん、一番人気です。一番人気？はい、チェンナイにフェアリーテイルというアニメ、そのアニメの主人公の名前もナッツだから、はい、仕事はどんなことをしてるんですか？はい、で僕の夢は僕の夢はインドにも、うん、日本のような、うん、美しいなアニメを作るの、うん、あ、美しいアニメ、はい、君の名はとか天気の子、はい、ね、みたいな。あ、はい、あ、実は、うん、学校の頃、うん、新海さんの琴ノ葉の庭を見た。うんうん、琴ノ葉、うん、新海さんの映画が全部見られちゃった、うん、全部見た？全部見た。へえ。そして、うん、日本に行った時、うん、君の名はが、うん、あの時は君の名はそんなに有名じゃなかった。へえ。なぜなら、it was the second week of release、うんうん、so it was not famous、うんうん、but it was a Shinkai film、うん、so I had to see it、うんうん、so、nice timing ね。yes yes yes、oh. very lucky、very lucky、yeah、actually it was、it's a big experience. I'm gonna write a blog post about it, which I'll share.、うん、but there were a lot of coincidences. 偶然がたくさん。うん、はい、運命だ。はいはい。アニメとの運&メイですね。そうですね。で、そのインドにアニメを広めるっていうのが夢。うん、そうですね。はい、長谷川、綺麗なアニメか。そうですね。綺麗な、インドにもアニメはありますか？インドにはね。アニメーターがたくさん、でも、うん、インドのプロジェクトがない。だから、外国の映画のクレディッツで、うん、インドの人がたくさんあるけど、うん、インドには、あ、なるほどなるほど、はい、名前がインド人の、ね、名前がいっぱい出てくるけど、全部インド人の名前ですけど、あ、そうなんや。インドには、うん、ちゃんとスタジオがない。もったいないね。そうですね。せっかく作れるのに日本で出さないから。だからインドでも日本みたいなアニメを作ろうと。素敵だな。で、今会社を建てたの。すごい。
の会社はね、でもスタジオじゃなくて、うん、こういうイベントを作る会社です。あ、イベント会社、はい、そして、うん、大きくして、はい、スタジオを作る。そうですね。かっこいい。何歳ですか？あ、今は25歳です。え、25歳ですごい夢を持ってますね。じゃ、石黒さんは今回何、うん、目的は何なんですか？はい、あ、石黒さんの目的はね、はい、このラマヤナという映画が、ユゴサコさんと、はい、日本のユゴサコさんと、うん、インドのラン・モーホンさんが一緒に作った映画です。はい、あ、なるほど、はい、なるほど、なるほど。その映画のキーアニメーター、うん、作画家の石黒さん、はいはい、昨年、うん、ラン・モーホンさんが亡くなったから、今年、うん、ムンバイにあラン・モーホンさんのためにみんな、うん、集まるの。はいはいはい。そして、うん、このラマヤナはね、うん、どこまでインドに作ったアニメに、うん、一番綺麗なものです。今までのインドで作ったアニメで一番綺麗。はいはい、はいはい、なるほど。あ、でもでも、due to unfortunate circumstances、うん、it wasn't released in theaters here、うんうん、インドにリリースが、うん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 、されてないのね、うん、そうですね、うん、本当にもったいないと思います。チェンナイアニメクラブはね、うん、チェンナイアニメクラブは日本語勉強会議がある。あ、なるほど。 WhatsApp の日本語勉強会議と、はい、タミル語の勉強会議もある。へえ。なぜならチェンナイアニメクラブには、はい、タミル語が知らない人がたくさんあるから。え、はい、なんで？なぜなら北インドからも来てる。はい、北インドからチェンナイに大学生の生徒がいっぱいあるから、みんなタミル語も勉強しなきゃと思った。じゃあみんなはヒンディを喋るってこと？いや、英語。あ、みんなは英語で喋って、はいはい、日本語を勉強したりタミル語を勉強したり。ちょっとヒンディ語も勉強する。ちょっとヒンディ語も混ざって。はい、そう。あれ？ライブ到着。到着。感動の再会です。こんにちは。一夜にどのぐらい映画ありますか？これは8枚から12枚でしょうね。 It is 5 feet。1秒間に24。So only this is 8 to 12 drawings per second, which is 24. So when you do 24 frame animation, you can repeat frames. So if they do 8 to 12, depending on how many they need. Usually Japanese animation is made on tools, which means one drawing is repeated twice. So if they do it at 12, they make 12 drawings, that'll be 24 frames. Sometimes they need to do only 8. And then if you just multiply 12 or 8 with the total number of seconds in the film, you'll get the total number. It should be a lot. I'll do that for you. Per minute, we're looking at 600 kilometers. 1 分で600ぐらいの映画。この映画に行きました。でも15万。It's about like 1,060,000. The current given technology, if we were to make this one again, would it lose its organic feel? So what technology we get, animation gets better and better. Most Japanese animation is from manga. Manga. So which are the comics?
manga is a comics. So yeah, that's right. More comics. This is more realistic. This is more realistic. It looks simple, but there's a lot of work involved, and it's very clear, it's very detailed, and we can understand it easily. Though, I mean, when you look at it, I mean, at first sight, it might look like a lot of scribbles, but when you have a deeper look at it, it's all clear. You can see all the characters climbing down. These are just small spheres, but it's very clear. Very clear. I showed in this one too. There were so many crowds coming down and running over there. And the clumsiness over here and over there and over here. Spheres and dribbles make the best animation. This also? Yeah. I show in this one particles. Yeah, of course.